はい、ありがとうございます。女王でございます。はい、今日はポークたまご、ゴーヤチャンプル。ポークたまゴーヤチャンプル。で、いただきます。あと、母ちゃんが、熱い茶碗蒸しを作りました。そして、これを、あまりにも熱かったので、これに入れたら、めっちゃ怒ってます。めっちゃ怒ってます。めっちゃ硬くなります。茶碗蒸しです。もう熱い。ただ卵かけです。ただの卵焼き、グッドだね。だし入れてない。だしを。うまい。ゴヤチャンプル。見てください。硬くなった。ポーク。あ、これはいいんじゃん。ね、一個はいいね。めっちゃこれ硬かったよ、さっき食べたの。まだちゃんと歯はあるんですよ。丸はないよ。これがずっと寝てたね。寝てた。閉じた。こんにちは。お庭も閉じた。野菜植えた。掃除だけ。頑張った。寝床見てた。寝床。寝床可愛かった。何回も見てる今日可愛いね。何回も同じの見てるじゃないね。二回ぐらい見てるけど泣けてくるよね。孫の寝床思い出した。うん。ん？もしかして今月も、今年も孫になってない。お前、かわいそう。膝洗ったね。あの孫にも子供にも親にも誰にも会ってないね。で、母ちゃんが来て、大体夜来たんですけど、30分で帰りました。前動画撮りまくってたよね。ん？ 3 回なの？もう3回目？去年も行った？去年行ったじゃん、大浦さんのところ。あれ去年じゃん。その前？あ、もう4回目？今回で。3回目だろ、3年目だのに。
暑い。母ちゃんの作った茶碗蒸し。凝ってるよね。暑い。今6日の朝なんですけど、暇だね、なんかね、忙しいけど、交通量がないね。そうかね、会社も休み。クリーニング屋さんの仕事なの？ねえ。交代で休んでんだね。ねえ。これは沖縄弁当に入ってるポーク卵とゴーヤチャンプル。おいしいですよ。おいしいです。今日のお米がうちね、なんかね、ね、お米。まあ、もしかしてこうやってつまむのねってこと？取ってんのに？みっともないじゃん、お前。つまむのね。すいません。あの人は、寝たいけど、洗うの私なんですよ。これつまむのね。ああ、茶碗蒸し作ったから俺ので。茶碗蒸し作ったから俺のコップぐらいです。洗うのは私でしょ。茶碗蒸しを作って茶碗蒸ししてます。さっきお餅を3個食ったんですよ。なんか気分がねえ、お餅食ったからね。皆さんはどうでしたか？
この二人はいつも寂しい人生を送ってますよね。二人きりじゃないっていうね。子供も孫も。周りは金を取られても誰も近づいてこない。金なんですよ、だから。だから稼ごうとして、資料を与えてるんですけど。なんでよ、なんで伸びるからね、これでね。払えよ。母ちゃんが洗うみたいです。今日は。かわいそうだ。あの人ね。孫もね。誰も来ない。みんな、皆さん覚えててくださいよ。まあ、YouTube で稼いだらどうなるか。というか、弁当で稼いだら。どこにいるのってか、今に見てろっていう人なかなかいないでしょうね、私みたいに。悔しい思いという人。ねえ、お前がもう作って、もう作って、山木町。お前、同じくらい食っただろ、さっき。私さっき言いましたでしょ、もうちょい食って気分悪いって。もう作ってますよ、目の前で。気分悪い。食ってるの見るだけ、気分悪い。うん、でもあんたしか楽しみないんで、まあ許してあげますよ。孫もいないし、子供も寄りつかんし、親族も誰も名乗ってこないし。うん、まあ電話鳴った一回でも、まあ俺が鳴ったぐらい、鬼滅やってるよって。何のや、頑張って動画をいっぱい上げてやろうって悔しいか思ったんですけど、何ですかね、上がんないんですよ、時間が。もう5時、8時間ぐらいかかりますよ、1個上げるのに。動かないんですよ、もうずっと。ブローがですね、締めはゆっくり食べます。うん、母ちゃんがコップを全部使ったもんですから、これ飲めていってます。はい、ごちそうさまでした。今週また頑張ります。いろいろ食べて、いろいろ愚痴って、少しでも伸びたらいいと思います。ああ、もう2、3日伸びなかったですよ。ゴールデンウィーク見る人がなかったです、私のはですよ。はい、帰っていかないといけないと思います。ごちそうさまでした。ありがとうございます。